はい、どうもこんにちは。今回またライフイズストレンジ2をね、やっていこうかなと思います。前回は、名前忘れちゃったな。そう、ブロディに前回、救ってもらって、しかも、なんか、荷物もらったりとか、リュックももらったり、そう、一緒か、荷物もらったりとか、ホテル、モーテルなんだけど、抑えてもらったりとかして、すげえお世話になって終わったっていうところで、で、今回からは、ダニエルに、目標はソーダを買ってくるになってるけど、ソーダ買ってきて、ダニエルに、実は、父さんが死んだんだよとか、そういうことをね、言っていこうかというところで、やっていこうか。どこにソーダあるんだ？てか、どっから来たっけ、これら。あっちか。大体ね、こういうのは1階に自販機があると相場決まってんのよ。でもさ、ちょっと怖いんだよな。一応やっぱ言っても指名手配犯だからさ、いや、役割的には、役割？扱い的には。ダッシュって意外になかったっけ？なんで行かないじゃん。あ、これ行かないわ。あるやないかーい。あるやないかーい。ごめん。ちゃんと強制的に戻されるんだな。なんかアナログスティックの入力の仕方が悪いのかなと思ったけど、そういうふうに戻すんだ。ちょっと音ちっちゃかった。ダニエル。どうした？ダニエル、どうしたんああ、だ。ダニエル、落ち着け。あ、ニュース見ちゃった。それは、これ予想しなかったな。違う違う違う。違う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 。言おうとした今もう。怖かった。怖かったんだよ。伝え方が分かんなくて。信じたいや、く仕なかっ方ないたんもん、だ。言えなかったもん。隠すつもりはないや、かった。俺だったら言ってたけど、言わなかったもん。イーさん、言わなかった。落ち着けって。ダニエル、落ち着け。あっち行ってよ。大嫌いだ。触んないで。ダニエル、頼ダむ。ニエル、ダニエル、落ち着いてよ。でも能力も自覚してんな、ダニエ大ル。丈夫。俺もだ。管理人来るんじゃないの？これ大丈夫？ごめんな。俺。こんな急展開だと思わなかった。もう二度と嘘つかないで。ダニエル、ごめんって。対に。約束、努力すらちょっと分か低っいた。わ。もう嘘はつかない。違うんだって。俺はね、約束だ。俺もキャンプの僕段も階で決言っまってたたのよ。ね。分かってる。俺がイーサンだったら。俺もだ、ダニエル。僕たちだけでどうするの？大丈夫。大丈夫だから。管理人来ないか？相当騒いだと思うけど今。管理人来るでしょう。大丈夫か？ すぐ通報されるんちゃうか？ショーン、あ、イーサンじゃなかった。僕って イーサンはあれ怪だ。物なの？イーサンはあれだ。ヘビーレインだわ。お前は人間だよ。 ごめん。ただ少し違うだけだ。じゃね、なんか、言い訳させて。僕、しょうもないと思うかもしんないけど、ヘビーレインね、ヘビーレインに出てきた名前だよなって思ってたんだよ。このお兄ちゃん名前。ヘビーレインに出てきたやつの名前だったよなって思ったけど、イーサンじゃなくてショーンだったわ。ヘビーレインの主人公の子供の名前だったわ。ごめん。ショーンだわ。訂正します。ショーンな。オッケーオッケーオッケー。ショ
ショーン、ショーンって読むのこれで。あ、ショーンって書いてある持ち物。ショーンね、オッケーオッケーオッケー。あ、他に人いなくてよかったな。これからどうするの？そうだな、プエルトロボスに行かないか。プエルトロボス、父さんが育った町。うん、いいかも。心配すんなって、不可能なんてない、二人でいれば。お話しして、お父さんみたいに。ああ、わかった。でも父さんみたいにうまくないぞ。昔々、なんか小さくないか、声。とても荒々しい世界に、お父さんと暮らす2匹の兄弟狼がいました。は、家族は幸せに暮らしていました。でもパーカー着てんな。ある日、カリウドがお父さんの命を奪っていったのです。残された兄弟は新たな家を探さなくてはいけません。旅立った2匹は大きな森を進んでいきます。 BGM でかいって。ミスってるミスってる、音量バランスミスってるって。でもこれさ、あの弟くんのさ、能力の発動条件知らなくない？まだこれ弟くんが意思を持ってさ、能力を出してるかさ、トラウマが蘇った瞬間に出すのかさ、そこって結構明確にしとかないとまずくないか。普通に俺今バスの中で父さんって言った瞬間、俺やばいかなと思ったんだけど父さんで反応するんじゃないかって思ったけど、そういうわけではないんだな。どうなんだろうね。でも自在に操れるとでもないと思うんだよな多分。いやマジ客いなくてよかった。いるわ、少なくてよかったわ。まあそんな行かないのかな、アメリカからメキシコに。寝ちゃってんじゃん。ちょっと PGM でかいな。どうなんだろうね、こっからでも。でもだんだんその、言ってしまえば今まではさ、その事件があった場所の県内だったわけじゃん。割となんかどこに行ってもさ、顔が知られてるみたいな感じだったけど、これからってやっぱちょっと距離も出てくるから、結構今までとは違う生活になると思うんだよな。生活っていうか、まあ旅。どうなんだろう、最終ゴールが メキシコなのか、プエルトロボス。To be continued。 終わりました。 Life is Strange 2、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあてなわけでもなく、そうだ、 Life is Strange は割とエピソードギリだからな。そうそう、で毎回毎回こうやってエンディング流してくれるから、ごめんね。ちょっと、あ、スピードアップのオンオフがなってる。あ、来た。 Life is Strange といえばやっぱこれだよな。みんな何選んだろう だろうっていう。チョコクリスポをエステバンにあげた。はいはい。エステバンに嘘をついた。あー、あれか。お酒買わないってやつか。エステバンハグした。やっぱハグするよな、みんなな。小銭を取らなかった。どこだこれ小銭って。あー、あれか。お小遣いか。ダニエルをかばった。あ、それかばる、かばうよな。盗みを働かなかった。駐車場。あー、あれか。チョコクリスポか。あれは単純賞味期限がちょっとね、恵んでもらわなかった。恵んでもらえる、もらえたの？盗みを働いた。すいません。なんかすいません。あれ、バレてたんだな、じゃあ。だって下にさ、ドリスの気を引いてる隙に盗みを働いたってあるからさ、バレてたんだな。ハンクを受けるキャンプ道具盗んだ。あ、これみんな盗んだんだ。電話しなかった。まあ、しないよな、まあ、ここは。努力した。まあ、努力するはないよな。あ、ダニエルが道連れてたわ、なんだ。
俺落下しなかった。落下する予定あったの。森に砦を作った。森へ競争しなかった。やり方を教え、水切りのやり方知らないよ。ダニエルはなんか学び的な視点なんだな。森の後を怒りで爆発させた。どこだ、どこ。めっちゃ俺怒り爆発、少数派なんだけど。あなたの足に怯え悪夢を見た。え、俺の話のせいなの。物語をせずに済んだ。ドリスの気を引かなかった。食事を満足に取らなかった。ああ。お茶を取れなかった。ブリのものを盗んだ。ブローディのものを盗んだ。ああ。え、これもランダムなの？やば。え、ダニエル盗む盗まないランダムなの？マジかよ。でもお兄ちゃんが盗んだからか。そうだ。リンクしてんだな。集中しろ。雪国、唐突な雪国。大丈夫。音ちっちゃくないか、声。あ、コントロールすんだ。それ大事、それ大事。練習してんだ、コントロールできるように。それ大事だよ。だ、力を覚えてしまうとどうすんだろうな、やっぱ。ねえ、直接的に言うとさ、やっぱ銀行強盗だと働いちゃうんじゃないの。大丈夫か。え、体験版僕ダウンロードしたんですけど、やってないんすよね。あ、だから多分これプレイする人は多分起動するんじゃないか、ワンちゃん。だからもうここまで来ちゃったからさ、いいよ、ごめんね。これもライフイズストレンジ2に申し訳ないけど、いや、なんかやろうやろうと思ってたんだけど、結局なんか、めんどくさくてって言ったらちょっと、あれだけど。まあ、包み隠さず正直に言うとめんどくさくてやらなかったです。あんま普段から俺はゲームしないのよ。その、動画以外でさ。だから、普通にやんなかった。体験窓結構あんのよ、そういうの。なんかダウンロードしてみては、見るけどやんないみたいな。荒々しい世界に。うん、お父さんと暮らす2匹の兄弟狼がいました。あらすじかな。家族は幸せに暮らしていましたが、ある日狩人がお父さんの命を奪っていったのです。残された兄弟は新たな家を探さなくてはいけません。旅立った2匹は大きな森を進んでいきます。旅などしたことない2匹は何日もさまよいながら自力で生きる方法を学んでいきます。ご飯もあまりない中、獣が住まう森の中で眠りました。その後2匹は平和な果樹園を見つけ、あらすじだな、食事を取りました。安らぎもつかの間、狩人が2匹を捕らえようとしますが、なんとか逃げ出しました。優しいクマが助けてくれたのです。うわー、いいね。まあ、この世界を生き抜く方法、プロディーな。キャンプも見つけてくれました。そこでお兄さんオオカミは気づいたのです。弟がスーパーウルフであるということに。絆を深めた2匹はお父さんオオカミの故郷へと急ぎます。穏やかな日々を取り戻すために。ライフイズストレンジでいうあらすじがあれなんだ。今回は、狼に置き換えて、して、セーブデータが見つかりません。すいませんでした。すいませんでした。これは誠にすいませんでした。キャプテンスピリット、ぜひとも皆様もやってみてください。やってから臨んでください、皆様は。僕はやってませんでした。祖父母に捧ぐ。エピソード名前それなの？エピソードの名前、祖父母に捧ぐなの。あ、練習期間あのいいんじゃない。でもなんか声ちっちゃいんだよ、さっきから。かわいい、マッシュルームだっけ。
ここでも雪ってあんま環境的には良くないよな。あ、でもかわいい雪やコンコン、あられやコンコン、はい、犬は喜び、庭駆け回り、猫は、ごめんなさい、めっちゃかぶってるわなんか格好も変わってない、だいぶすげえ。別のでやってみようよ。あ、これ大きかった。あんま重くないやつ、疲れてきちゃった。え、なんか髪質変わってない？なんか、どうした、マッシュルーム。誰に力使える？持ち上げてもらう。じゃあさ、マッシュルームを浮かせよう。え、ショーンのパパ。ごめんって、分かってたよ、俺も。俺もやりたくなかったよ。いやいや、違うって。まあ、やめとくか。ごめんって、好感下がったじゃん、絶対こんなの。あ、これこっちにもあるんかい。もうこっちにもあるんだったらもう言ってよ。俺もあげたくねえ、マッシュルームなんか。当たり前だろ。何これ、専用射撃場だぞ。どうだ。いや、これは軽すぎるだろ。甘えすぎだよ。石で、あの石であれだけいけたんだから。あ、でもあの石がこれかあの石がこれか。じゃあここまでしか行けないんじゃない？とりあえずこれでいいか。なあ、そこの缶は全部まとめて浮かせられるか？それむずそう。もちろん、見て。一個浮かせるむずいだろう。いいぞ、ダニエル。うまくなってきたな。優しい置き方。じゃあこのダニエルの。家に戻る前にダニエルともう少し遊んでやるか。家に戻る前に？これさ、1年とか経ってないよな、まさか。何月だっけ、事件があったの。俺覚えてねえや。え、でも、あの石あれだもんな。あ、この石じゃない、この石、ダニエル。じゃあ、石を川に投げ込めるか？できる！見ててよ。おお、いいね。なんか変わってるよね、見た目。なんか、あれ持ってこい、あれ。あれ、ちょっと待って。見れない。あそこの石でやってみようぜ。もう一回だけ。この距離いける？遠すぎるよ。あ、いけねえか。僕を笑う気なんでしょう。あと、一回だけでいい。やってみようぜ、一回。これで限界距離わかるから。いけそうなのに。あ、なるほどね。じゃああと少しにするためには、邪魔だな。てか危ねえぞ、まあ川岸で流されるからな。危ねえからな、お前ら。いやいや、寒くなってきたし、まずは特訓を終わらせよう。ああ、なんかあっちからは出れられないんだ。これもこれもダメだったよな。あれはどうだ。大きすぎるよ、あんなの無理。お前ならできる。俺を信じろ。体の力を抜いて集中だ。あ、ちゃんとトレーニングしてんじゃん。分かった、頑張れ。じゃ、これからこの能力使って物語進めていくのか。わざわざ L2 でって出たもんな。あ、頑張れ、ダニエル。まあ、この年齢だからな、そもそも。年が、ねえ。年を取ればもうちょっとね、パワーも出るかもしんないから。すっげえ。できた。さすが。いや、よかったわ。うまくなってきたな。ねえ、見た？記録更新しちゃった。かわいい。まだまだ序の口ってやつだ。他のもやってみよう。いいよ、ショーン、なんかコーチみたいだね。雪合戦やるの？いや、
新しい訓練さ。あ、動いてるものを止めるみたいな。これを空中で止められるかな。いいか。いいけど僕に当てないでよ。とっくのこれ一回さ、前に負担できたし、マジだよ。ふんわりやった方がいいな。ふんわりだろ。もうこれ投げるコマンドとさ投げる、あ、あ、すげえ。このさ、あ、これが投げる強さか。でも一応多分山なりにした方が投げる強さは弱いよな。ショーンの手前の方がいいよな。じゃあダニエルの手前かの方がいいよな。股間ちょうど股間ぐらい。どう、股間ぐらい。これならね、顔に当たらないからどうよ。バカ、ショーン、下手くそ、当てないでって言ったじゃんバカ。な、悪い、止められると思って。おいおいおい、マジでワンちゃんもダメだろってことは、もうこっちか。でも止めれんのお前これ。でも逆に止めれるお前これ。おい、え、すごっ。もう一回とんでもない角度で飛んでた。今の成功で増えもん。当てちゃダメ。あ、違う違う違う、これで超えるんじゃない。はい、あ、いいじゃん。うわ、見て、これが僕のパワーだ。弾き返せ思ってたよ。やってみろよ。ちゃんと教えたからな。でも移動してるわ。お前はすげえよ。大丈夫か。おい、まだ咳してるじゃねえか。コロナか。治ってないんじゃねえか。言ったでしょ。ちょっとご時世的に。ただちょっと疲れただけ。パワー使うもんな。休みが必要だな、スーパーヒーローくん。もう戻っていい。ああ、戻る前に水汲んでこい。あ、ってことは一応じゃあまだあれなんだ。これはとりあえずキャンプしてたんだ。その席止まんないな。本当に大丈夫か。絶対あれだって。平気だって。ちょっと冷えただけ。ライフイズストレージもそうだったもん。今日は頑張ったな、ダニエル。本当によくやった。練習始めて数週間だけど、どんどん進歩して。すげえよ。僕が最高だからさ。なんかそのライフイズストレージもそうだったけどさ、まあ、マックスもあれだったじゃん。時止める力と反動で鼻血出てたじゃん。絶対反動だって席。ちょっと失いたくないよダニエルを。あ、そこで見つけるかな。見つかった、よかった。でもこれ以上長いはできないな。あ、あれか。いい見つけたな。てかどっか行くの。マッシュルーム危ないよ、気つけや。さあやるぞ。それ綺麗な水筒カス拾ったやつだろ。大丈夫か。山火事の現場に到着。注水活動開始するのだ、レンジャーディア。違うかな、ブロディが入れてくれたやつかな。よくやった。いいぞダニエル、トレーニングの成果が出てるみたいだな。ありがとう。それでつけんなる。水に触りたくなかったんだ。十分すごくねえか。もうくっそ冷たいんだもん。あ、やべ、ごめん、クソとか言って。ここならいいよ。気にすんなって。いやー、でもこれやめかな。弟の教育的に良くないか。好きに喋ろうぜ。やった。弟の教育的に良くないかな、今の。強くねえわ。やべえ、ごめんなさい。走る大丈夫か。来いよ。何？あ、てか荷物減ってんね。お金も減っちゃってんじゃん。何に使ったの？ちょっと。家に引き返す。まつぼっくり、まつぼっくりしか持ってねえ、こいつ。あ、ダニエルのやつも見れるんだ。いいね。あとは、ルール。この景色がある場所でもらえんだよな、多分これ。いや、結構、むずいな。とりあえず、でけえ木か、とりあえずは。マシュル、どうした？どうした？あ！そんな。なあ、あそこに住んでるウサギしばらく見ないよな。うん、うん、
クマとかもっと怖いのに食べられてたらどうしよう。クマより怖いものって？わかんない。人間じゃない？狼？大丈夫。狼は俺たちだけだ。あおえ、いたずらすんのこれ。あんまいたずらしたくないんだけど。ここに住んでた人たち、あ、何があったんだろう。引けるもあんじゃん。引っ越した。きっと引っ越したんだ。遠くの町に。でもあんなに荷物置いてくかな。わかんねえな。まあもしくはフロリダに住んでて10年に1回来るとかじゃない。ああ、それもありえそう。森に飽きたんだろう。別荘ね。それならここは僕らの城だ。いたずらしてみるか。ね、怖いけどな。友達に会いたくて。おい、ダニエル。こないごめん、ダニエル。結構話長かったが飛ばしちゃった。ここに入ってったぞ。え、ウサギ見たい。噛まれんなよ。ほらほら、噛まれたじゃん。てか、もう騙されるわけないじゃん。たく、騙されなくなってきたな。騙された。どこ行った。騙されたんだけど俺。チェックするの忘れてた。めちゃくちゃ騙されたんだけど、ごめんって。だってコントローラー入れるんだもん。捕まえても裁けねえけど、多分。ウサギ食うの？まあでも実際リアルのウサギってそんな可愛くねえからな、多分。正直。どこで終わろうかな。寒そうにしてる。中に入って温まらないと。カヌー見たいんだけど。ね、カヌー見たいんだけど。ねえ、ショーン。カヌー見たいんだけど、ショーン。シビアだな、角度が。何これ。シビアすぎんか、お前のカヌーに対する判定。どれをカヌーと認識してんの？ねえ。ショーン。矢印に向けたらお前。どれどれ、ショーン。まあいいけど。どこで見れんの？リーはもう。しのげる家。それと薬を探さないと。なんかどっかの木にあったんだよな。キーホルダーもらえるからさ。あ、雪だるまじゃん。二つ首の王が、俺らいい仕事したな。うん。すごい強そう。マッシュルームも怖がらなくなったし。ね。だよね。ダニエル流超クールな雪だるまだ。なんかカード入ってんじゃん。この雪だるまではないと。よしよし。あ、ここあんじゃん。なんか家周辺見たら終わろうか。ホームレス兄弟、ここに参上。あ、ショーン・アン・ダニエルかな。古いおもちゃ。今は何歳なんだろう。え、おもちゃもあるんだ。嘘。どこ。本当だ。罠。はい。今日も肉なし。そっか、ここでせ、あ、でもお金ないもんな。めっちゃいい家じゃん。は？3週間前にここを見つけたのは奇跡だ。あ、とりあえずもう3週間住んでんだ。へえ。どこまで行けんだろうこれ。結構行けんな。マジか。ねえ、お腹空かない？そんなに。あ、ついてきてくれたの、ごめんね。僕空いてきた。またか？家に引き返すか。割には太らないよな。鍛えてるからね。まあでもこの弱い厳しいよな。取ってこい。やるか、取ってこい。なあ、おいダニエル、マッシュも運動が必要だろ。うん、そうだね。十分運動してるけどな。いいこと思いついた。カロリー消費だいぶあるでしょお前ら。大丈夫か。まともに食えてもねえのに。少し遊ぼうか。めっちゃ自在に使うじゃん。は？かわいい。よし、もういいかな。マッシュ、なんか俺思ったり楽しそうではあったけど、ぴょんぴょんしてなかったな。
父さんのバーベキューが食いたい。ハラペーニョと特製ダレで肉を漬け込んで。腹減るて。くそ。でもこれも絶対ダニエル能力使ってさ、迫られることあるよな絶対これ。ここ夏は最高だろうな。その店のもの盗むとかさ絶対あるよなこれから。その判断むずいな、さすがに。自分たちのこと考えたらやっぱね。この葉っぱは興味ない。枯れてないの。なんかどうでも。もう1ヶ月経ったのか。あっという間だ。1ヶ月逃げ切れたならもう結構。この家が見つかってよかった。静まってんじゃないの。しっかり休めたし、頭ん中整理できた。ブロディの言う通りだ。俺らは強くなった。運命を共にして助け合ってる。この森は落ち着く。静かで、車も飛行機もない。絶え間なく流れる川があるだけ。食事足りてんのかな。ずっとここに入れたらいいけど、ダニエルの体調は良くならないし、食べ物もなくなりそうだね。また移動しないとダメか。時期も時期だからな。冬だったらね、あの野生動物もそこまでさ活発には動いてないだろうしさ。静かだね。お隣さんもいないし。時期が結構絶望的だよな。別の星に来たみたい。夏は夏で大変だけどさ。別の星な。マジで生きてよ。悪いな。うちは満員なんだ。とりあえずこう一旦ここで一旦切るわ。じゃあ次回家の中入ってそんなことある。今回家の外漁って次回家の中漁るってちょっとさすごいなんか詐欺な感じもするけど、まあ、とりあえず今回ここで終わるわ。じゃあ明日。